私、矢作ひなは16歳の高校2年生。ある日、ボーイフレンドの夏希が、なんと吸血鬼の響きと同化してしまったの。おかげでいろいろあったけど、今は他の人と同化した響きと夏希、そして私の3人。奇妙な三角関係っていうのかな。30分遅刻だね、ひな。さては寝坊かな。そうじゃないのよ。うちの親ったらね、昨日から旅行行っちゃったのよ。それでいろいろ家のこと頼まれてさ、まったくもう。あ、信じてないでしょ。そんなことないさ。別に留守番をいいことに夜遅くまでテレビとか見まくってたんだろう、なんて言わないよ。鋭い。さてと、どこ行く？映画？遊園地？ひなの好きなとこならどこにでも行くよ。本当？じゃあね、周りが鏡のホテル。よっ、俺だよ。響き、一体どっから湧いたのよ。なあ、踊れたか。俺様の目を盗んでデートなんざ100年早え。何威張ってんの？そうやっていつもいつも邪魔ばっかすんだから、いい加減にしてよね。もう冷てえな。俺だけのけものはねえだろ。な話してよ。たまにはさ、俺ともデートしろよ。遊園地なんかよりずーっといいとこ連れてってやっからさ。なでいややめてってば。何すんだよ。そんなに怒んなくたっていいだろ。怒らせてんのは響きでしょ。怒らせるようなことさせてんのはひなじゃねえか。なんですって。なんだよ。まあ二人とも。夏希は黙ってろ。はい、すいません。今日もデートできそうにないな。あれが響きね。人間と同化し、太陽の光を克服した史上最強のヴァンパイアですな。羨ましい。私だってこんな黒ずくめのコート脱いじゃいたいわ。御意。あいつを手に入れることはできる？お任せください、アイリオ嬢様。ヴァンパイア、ヴァンパイア、サウンドシアター。危機一髪、ヴァンパイア。ダーク、ヒナのやつ、クソ面白くもねえ。なんだってんだ。あー、チキショー。今夜は一丁、いい女にでも噛みついて血をごちそうになるかな。お、なんだ。おじさんがいいことしてあげるからね。おれ。って、本当にこんなんであいつが引っかかんの？アルカード。大丈夫でございます。私のシナリオに間違いはございません。こら！てめえ、そこで何してやがる！ほら、哀れながら自分の才能が恐ろしい。エロジジイ、激滅パー！美しいお嬢さん、おけがはありませんか？ありがとうございます。いやー、礼には及びません。当然のことをしたまでです。何？それでも礼がしたい？あ、いや、参ったな。じゃあこれから一つデートでも？言ってないって。あの、では
これを受け取ってください。はっ、なんだこの煙。かかったわね。お前何を。どうしたんだ、力が入んねえ。ダメダメ、このガスを吸ったらあなたはもう私のもの。無駄な動きはよしてお眠りなさい。これで私たち一族の新しい時代が始まるのね。なんちゃってな。バカめ、この響き様にんなチャチーモンが聞くと思ったのかよ。嘘、そんな。おいお嬢さんよ、俺は女に手はあげねえ、とっとと消えな。覚えてなさいよ、必ずあんたを手に入れるからね。だか、油断したぜ。ひな、金色の長い髪をした女の子に気をつけろ。また狙ってくる。しっかりして響き。一体何があったんだ。わからない。でもあんなに苦しむなんて。気がついたわ。大丈夫か響き。ここどこだ。私の部屋よ。夏希に来てもらって運んだの。そうか、すまねえ。ったく、脅かさないでよね。どうなるかと思っちゃった。どう、立てる響き。どうしたの。なんか変。あのよ。何。あのお前誰だっけ。はい、何言ってんの響き。響き、誰それ。おいおいおい、冗談はよせよ。そういうお前誰だよ。夏希だよ。夏希。ああ、あの頭でガーンってやるやつだ。そりゃ頭突きだ。ねえねえ響き、ふざけないでよ。本当にわかんないの。なんだか知んねえけど頭にもやがかかったみたいだ。思い出せねえ。ちくしょう、一体何がどうなってやがる。そんな、まさか記憶喪失。えひな、とにかく医者だ。ダメよ響きは。そっか、どうしよう。どうした。響き、パシー。そのタンスを勝手に開けるな。本当に記憶がないのかお前は。
僕は誰？わからない！と言いつつ下着をポケットにしまうんじゃない！保健の先生にそれとなく聞きに行ったけど、ダメか、弱ったな。本屋を回ってみようか、何かあるかもしれない。よし、こうなったらとことん探しちゃうんだから。って意気込んだのはいいけど、3,4,5 でしょ。6軒歩いて収穫ゼロか。ああ、わしが棒状態。医者に見せるしかないのかな。響は何も思い出しそうにない？名前どころか、自分がヴァンパイアだってことまで忘れちゃってるみたい。そっか。ねえ、ひな。やっぱり俺の家へ連れて行こうか。世話すんの大変だろ。ううん、私なら平気。うちの両親もあと何日かは帰ってこないし。でもしょうがないじゃない、響が青だもん。何？野郎の家？死んでもやだね。はあ、大丈夫よ、任せて。そうじゃない、俺はひなが心配なんだ。え？私？そのさ、たとえあいつが病気でもさ、二人きりにしたくないよ。夏木？ごめん、男のやきもちはみっともないかな。そんなこと、そんなことない。私こそごめんね、そういうこと考えてなかった。だったらさ、今夜から夏希も泊まりに来てよ。え？それなら私も心強いし、ね？いいのかい？うん。そうと決まれば腕によりかけて晩ご飯作っちゃうもんね。アルカード、聞いた？は、確かに。どうやらあの薬、ちゃんと響に効いていたようですな。こうして見張ってた甲斐があったわ。いいわね、計画を進めるわよ。お任せください。と言いつつ、またぶっ飛ばされるんじゃないでしょうね。は？それは何のことでしょう。本当に大丈夫かおい。飯が食えるなんてもう最高。そうやって女の子にお世辞言うのは相変わらず得意なのね。こうしてるといつもの響きなのにな。記憶喪失なんて嘘みたい。お世辞なんかじゃねえさ、あいつが羨ましいよ、こんな彼女がいて。え？これであの変な趣味がなけりゃな。変な趣味って何よ。いや、お前の部屋にあったろ、妙な顔したブッサイクなぬいぐるみ。なんだありゃ。響き、あ、もしか
かしてあいつからのプレゼントか。だったらとんでもねえセンスしてんよな。信じられねえよ。あれ、どうしたの。あのぬいぐるみ、あれはね、あれは響が初めてバイトして買ってくれたのよ。それも忘れちゃってるんだね。俺が？マジ？まったく、もっと気の利いたもんプレゼントしろよ、俺はよ。あ？でも待てよ。なあ、なんで俺がバイトまでしてお前にプレゼントするんだ？え？お前は相手の彼女なんだろ？変じゃねえか。それは気になってたんだけどさ、ねえ、俺ってさ、お前の何なんだ？何って、その…ん？お友達よ。友達？そう。ふーん、そうか、友達か。はあ、でも何なんだろうな。なんかそう言われるとさ、こう、うまく言えないんだけどさ、なんかこう、寂しい気がするんだよな。もしかしてさ、俺ってお前のことを、好きだったのかな。違うわ、違うわよ。え、そうか、そうだよな。ほら、おかわり早くくれよ。うん、だって、仕方ないじゃない。あは、夏希が来た。あ、ちょっと出てくるね。はい、どちら様ですか。私はね、響の恋人。はあ、とにかく響を出してくださらない。そんなこと急に言われても。おお、どうした、なんかあったのか。まあ、響、やっと巡り会えたのね、嬉しい。のちょっと何すんの、離れなさい。いや、もう誰も私たちの愛を引き裂くことはできないわ。あ、愛？そうよね、響き、私一生懸命探したのよ。あなたが記憶を失って行方不明になってしまったあの日から。え？私とあなた、あんなに素敵な恋人同士だったじゃないの。お願い、思い出して。あのね、いきなり何の話を。ガーン、そうだったのか。こんな可愛い子は俺の。わー、俺はなんて偉いんだ。こら、少しは疑いなさいってば。そんなのデタラメでしょ。デタラメ、騙されちゃダメ。あなたに記憶がないのをいいことに嘘を教えようとしてるんだわ。それはこっちのセリフでしょ。響き、私のこと信じてくれるわよね。あなたがいなくて寂しかったのよ、心も体も。うーん、うわー、信じる。いびき。いやー、この人怖い。こんなところにいちゃいけないわ。あなたの世話は私がしてあげる。だからね、私の家へ行きましょう。おーし、どこにでも行っちゃうぜ。ちょろいちょろい。あ、なんか言ったか。あ、さ、響き行こう。ちょっと待ちなさい。何よ、彼が来たいって言うんだからいいでしょ。そうはいかないわ。あなた一体何を企んでるの。企んでる、どういうこと。とぼけてもダメよ。私ね、あなたを見た時からずっと何かが引っかかってたの。やっと思い出したわ。響がね、倒れた時こう言ったのよ。ひな、金色の長い髪をした女の子に気をつけろ。また狙ってくる。それ、あなたのことね。もしかして響の記憶喪失もあ
なたの仕業なんじゃないの？え？何言い出すの？そんなこと。いい加減下手な芝居はやめなさい。エッチでお調子者の響きは騙せても、このシャーロックホームズ大好き少女名探偵ヒナは騙せないわ。おいおい、こらこらこら。さあ白状してもらうわよ。あなた誰？響きをどうするつもりなの？答えて。ああ、せっかく手荒なことしないで済むと思ったのに残念だわ。なあ、じゃあやっぱりお前が。そうよ、どうしても欲しかったの、史上最強のヴァンパイアをね。ヴァンパイア？なんでそれ。私もヴァンパイアだから。へえ。響き、私たち一族はみんなあなたを待ってるの。力ずくでも来てもらうわ。アルカード、やりなさい。はは。ああ！何すんの？離して！てめえ、いつの間に後ろに。女は人質にいただいた、言うことを聞いてもらおうか。くそ、超卑怯だぜこの。目的のためには手段は選ばん。さあどうする？けっ、分かったよ響き。結構だ、では一族のもとへご案内しよう。今こそその戒めから解き放たれる時が来た。何なんだよここは。我ら一族の神殿、そしてお前はこれを治める長となるのだ。え？我々は太古の昔より日の光に勝つことができなかった。それゆえこんな山の中でひっそりひっそり生きていくしかなかったのだ。でもいつまでもこのままではないわ。私と響が結婚していずれ太陽の下を堂々と歩けるヴァンパイア一族を築いていくんだもの。結婚ですって？冗談じゃねえよ。そりゃお前みたいなことを一族を作るのは楽しいかもしんないけどよ。響き！ジョークジョーク、ジャスジョーク。何よ、断るっていうの？一族の王者になれば全ては思いのままなのよ。いや、俺はさ、ヴァンパイアなんて話信じられんだよ。誰かさんのおかげで忘れちまってるからよ。でももし記憶があったとしても断ってると思うね。なぜ？王座なんて買ったりし、それにその、好きな子が他にいるみてえだからさ、俺には。響き、好きな子？記憶のないあなたになぜそれがわかるのよ。さてね、でもよ、そいつが別のやつの話をするとよ、なんか胸の奥が痛えんだよ。だからかな。じゃあどうしても嫌って言うのね。ああ、お前もかわいそうだしさ。私が？別にお前は俺が好きなわけじゃねえんだろ。なのに自分を捨てるのかよ。それは。お嬢様、こんな奴の口車に乗せられてはいけません。おい、我々は命令しているのだ。人質がいるのを忘れるな。こいつの首筋に噛みついて一滴残らず血を、それとも我らの仲間にしてやろうか。いやー、よせ、やめろ。アルカード、やりすぎよ。いいえ、
すべては一族のためです。さあ。わかった、言う通りにする。それでいい。ではその祭壇の上の入れ物を取れ、中の薬を飲む。なんでこれは。お前の記憶を奪ったのと同じものだ。お前はいささか反抗的すぎるんだな。今度こそ完全に記憶を消させてもらう。なに？次に目覚めた時は我々の長だ。それにふさわしい教育をしてやる。ひどい、ひどいわ。えい、黙っていろ二股女。待てこら、そいつには手を出すんじゃねえ。飲みゃいいんだろ、飲みゃよ。ダメ、ダメよ響き。静かにしねえが。家の命まで危ねえ。響き、良い心だ。さ、早くしてもらおうか。へいへい、よっと。約束は守れよ。ヒナは助けるんだぞ。もちろんよ。よし、んじゃな、ヒナ。ダメ、やめて。お？泣いてんのか。ってことは少しは俺のことを好きでいてくれたってことか。それだけで嬉しいぜ。あの夏希ってやろうとうまくやんな。いや、あばよ。セーフってとこかな。ヒナは返してもらうよ。夏希！貴様、なぜ。ちょうど俺が来た時、二人が連れて行かれるところだったのさ。後をつけてきてチャンスを待ってたんだ。お前、響き、もう大丈夫だ。ヒナは任せろ。チェッ、この野郎、おいしいとこだけ持ってくんじゃねえや。まあいっか。さーて、アルカードさんよ、人質はなくなったぜ。どうすんだよ。くそ、こいつらを全員取り押さえろ。はっ、面白い、かかってきやがれ。なんと、やはりここはこの私が出るしかないのか。無駄な血は流したくなかった。やむを得ない。我らに逆らった報いで、その体で受けてもらおう。今、一冊の費用ごちゃごちゃ言ってんじゃねえか。耐えてみろ。俺は今ドタマに来まくってた。向かってくるやつは片っ端からぶっ飛ばしてやるぜ。まさかあの人数を一人で。そんな。さて、お嬢様、俺の記憶返してもらおうかな。なんか方法があるんだろう。さもねえと。わかった、元に戻す薬をあげる。私の負け。そうがっかりすんなって。お前そんなに可愛いんだからよ。まあ俺があいつに振られたら考えてやってもいいかな。え、いびき。大丈夫なの、怪我は。おー、平気平気、ちょろいもんだよ。よかった。どうなるかと思ったのよ。本当
のシーン。となれば、ここはやっぱり例のあれか、ジュのジュー。調子に乗んな！こうして今回の大騒動は幕を下ろしました。響きも無事記憶を取り戻し、ほっと一安心。めでたく奇妙な三角関係復活となったのです。私ね、その響きが本当に好きになったみたい。お嬢様ならばこの私にお任せを。恋の必殺技を一つ。お前がぐややこしくなるからやめて。やめないもの。なあ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 、これとさ、そいつとさ、本当はどっちがいいんだよ。はっきりしてくれよ。もちろん俺だよな。何言ってるんだ、俺に決まってるだろ。ねえひな。そうね。内緒。汚ねえよ。なんだよそれ。だってね、まだ決められそうにないから。だからもう少しだけ3人